平野紫仕様の海外進出に見る勇敢な新たな始め5月23日、デビュー5周年の節目でジャニーズグループ、キング、リンチェプリンス、二人組として新たなスタートを切りましたタップ。この新体制の中で、元メンバーたちの進路も注目されていますが、特に平野仕様の海外進出に対する成功を確信する声が強まっています。 海外進出を求めて事務所と対立した平野志洋は海外資本の事務所と契約し活動拠点をアメリカに移すことが噂されています。その際、ダンスに特化し演技やバラエティには興味を持たない意向を示しているといいます。この決断は業界内で彼のダンススキルを高く評価する声が多く成功の可能性を示唆しています。 幼少期からダンスを習い、プロのダンサーや振付師から絶賛される平野紫耀。彼はヒップホップインターナショナルワールドで金メダルを獲得し、世界的ダンサーであるリーハタコーにも実力を認められています。これらの実績から彼の海外での活躍が期待されており、世界的なダンサーとして成功する可能性を秘めているとされています。 一方で、アンチからはヒヤや,やかな声も聞こえてきます。彼らは平野市用のダンス実力や所属事務所の性加害問題を引き合いに出し、彼の海外進出に会議的な見方を示しています。しかし、これらの意見は旧来の価値観にとらわれたものであり、彼の実績や才能を無視していると指摘されています。実際に、キンプリや トラビスジャパンが世界で高い評価を受けている事実は揺るぎないものがあります。彼らのダンスは世界的な舞台でも高く評価され、スタンディングオベーションを受けています。したがって、平野紫仕様の海外進出も成功の可能性が高いと言えるでしょう。成果外に関しても論点がすり替えられていると指摘する声があります。 平野たちは加害者ではなく、むしろ被害者である可能性があるとの指摘もありますが、アンチたちは事実を無視して攻撃を続けていると批判されています。性被害を利用して批判する姿勢は卑劣であり、世間の性被害者や支援者に対する冒涜となっています。幼少期から激しいダンスを続けてきた平野潮は、 半月いた損傷も経験してきましたが、その努力と情熱で困難を乗り越えてきました。今後の彼の活躍には多くの期待が寄せられており、彼の勇敢な海外進出は新たな一歩として応援されるべきです。平野市要の新たな挑戦と才能を見逃すことなく、彼の活躍を支えることが大切です。 世界に向けて日本のダンスカルチャーを広める彼の姿勢に多くの読者が感銘を受けることでしょう。これからも彼の活躍に目が離せません。